はい、こんにちは。堺井ギタースクールです。コメ読み行ってみたいと思います。学生時代に近くの教室に通い始め、イエペスを何度か聞きに行ったりもしました。うわ、素晴らしいですね。コンサートの後、サインをもらった時に覚えたばかりのスペイン語でありがとうと言った際、イエペスが私の顔をマジと見て、微笑んでくれたのを覚えています。教室の兄弟子にあたる正村清さん他、皆さんプロになっていきました。私が大学1年の時に正村清さんが中学1年でしたから、すごい生徒さんもいるものだと思うと同時に、偉いところに入門してしまったものです。就職してしばらく離れていましたが、仕事で車で移動中ギター教室の看板を見てまた再会です。もう完璧な高齢者です。現在ソロのエチュードセゴビア編16番で奮闘中ですが、毎日やっているとこの年でも指は開くようになるのですね。わずかなりとはいえ伸びしろはあるものと思っています。諦めたらそこでストップ。どこまで行けるか分かりませんが、行けるところまで行ってみたいものです。うわ、すごい、兄弟子に正村清さん、偉いところに入門してしまいましたね。はい、僕がギター始めてよく聴いてた CD、の中にね、イエペスの CD3 枚ぐらいありましたね。うん、あとはセゴビア。セゴビアはね、僕がギターを始めた時にはもうセゴビアはなくなってたんで、でも家にレコードがありましたね。でその後、まあセゴビアの CD も買ったんですけど、お家にセゴビアのレコードはありましたね。そう、正村清さん、僕ギター始めた頃は正村清さんの存在は知らなかったんですけど、高校生の時、高1、高2、高3と、3年間僕北海道にいましたけど、毎年ね、正村清さん来てもらってレッスンを受けた経験があります。で、まあその後、僕も留学して帰ってきて、でなんかいろいろ活動を始めてっていうところで、また、正村さんとね再会して、いろいろとこうね、よく会うことになって、でまあ、コンサートもね、もう何度か一緒にコンサートさせてもらえるようにもなって、とっても嬉しいところです。ところですっていうか、やっぱり、毎日ちょっとずつねやっていくと、まあ指はね開くようになると思います。もう無理やりやっちゃったってしょうがないけど、やっぱりちょっとずつちょっとずつね、コツコツとやっていくことが大事なんじゃないかなと思いますよね。まあ確かに諦めたらそこでストップ。この辺がねなかなか難しいところで、こう諦めたくなっちゃいそうなことって結構あるじゃないですか。もうここまで来て、どうしてもここの一歩この一歩がなんかいけないっていうね。だからもうなかなかいけないから、もうなんか無理やり頑張っちゃうみたいなね。でちょっと手痛くなっちゃったとか、あそこの無理やり行くというよりはもうコツコツちょっとずつ、で気づいた時には、あ、そういえばこの壁越えてたなみたいなね、少しね振り返ってみると、あ、なんかちゃんと登ってたんだってね、思える。それがねこう上達なんじゃないかなと僕は思うんですよね。こうスタート地点0から1に上がる時って、うわすごい、こんなにできたよって実感する部分じゃないですか。すごく実感するじゃないですか、0から1ってね。だけどもうずっとやってきて、1112から1113に1上がったって、何が上がったんだろうっていう感じですよね。だけど、まあ、ちょっとずつ上がって、こう30ぐらい上がった時に振り返ってみると、おお、ずいぶん上がってるじゃんみたいなね。
まあいつになってもね伸びしろはあると思いますね、無理をせずに、楽しく頑張っていきましょう、はい、皆さんからのコメントまだまだ募集してます。ぜひコメント欄にどしどし書いてください。